院長が元気そうですけど、足は何にも問題ないですよね。よくね、そう言われるんですよ。ところが、自分自身の足が悪いから、フットケア先生やってるんですよ。僕は両膝、もう10代の時に両方手術してるから、足指がダメで。そうなんですそうか。なんです。で、私のこの足指をお恥ずかしながら初公開したいと思います。じゃあ石田君、ちょっと僕の足の指をちょっと見てください。ちょっと自分でズームしますね。はい。はい。小指がだいぶ内側に入ってます。ちょっと見てみましょうか。これ、分かります。指1本分ぐらいやっぱ内結側構にひどいでし入ってょ？ますね。内反照子が結構ひどいですね。爪もこう倒れてま すし。ね、指でね。これがやっぱり悪さの原因ですよね。これは膝を痛めれる足ですね。親指はでも、親指はいいですね。ないですね。親指はいいですね。特に小指でしょ小指ですね。う。なんか小指ね、痛いです。小指がすごい悪いんですよ。どうしたらよかですか？やっぱりソックスかなと。これ、ちょっと、ピントが合いません。ああ。OK、はい。はい。ちょっとやってみてください。この小指がどう変わるか見ていきます。で、なぜ私自身がもうずっと履いてるのか、四六時中履いてるのかっていうのはこれでわかると思います。まあ、普通の5本指の靴下ですね。これ、新しいやつですね。そうです。新しいレギュラーのタイプですね。履くコツがあれば、ぜひ。履くコツは、指を一本一本根元までしっかり入れることがもう絶対条件ですね。指先に余りがあると、あまり効果を発揮してくれないので、丁寧に入れます。余りがあると、あまり効果を発揮しないと。そういうことですね。はい。で、指があらかた入ったら、これも大事なポイントなんですけど、横からしっかりと、横をしっかり、横をキュッとキュッと、立ってあげます。はい。こうすることで指がまず開ああ、きやすく開いなて、る。ああ、本当開きますね、本当。で、しっかり横から引っ張ったら、あとは普通の靴下と一緒のように、よいしょ、履いていただいて、合わせてあげると。こんな感じですね。さあ、入りましどたんなね。でしょう。はい。ただもう一回、スケール当ててみます。お、ずいぶん戻りましたね。そうですね。さっき指一本スカスカに入ってたのずいぶんが、戻りました。0.5本分ぐらい、ね、そうですね。減ってますね。広げようと思ったら広げられますよ。こうやって、わざとやってるわけじゃないですからね。わざとやってるわけじゃなくって、広げようと思ったら広げられますよ。普通に力抜いてます。もう一回やってみてくはい。だああ、いいですね。いいですね。親指どんなですか？親指もバッチリ。全然バッチリ。かなり広がりましたね。ああ、随分広がりましたね。わかります。はい。で、こういうふうにしっかりと指広げることができるので、この膝が外に行かなくて膝を痛めることがないからこそ、私は自分のためにソックス、指伸ばしソックスを履いてます。足指伸びてますか？